会社のアルバイトか退職代行を使って退職を申し出てきました。社員や先輩バイトが一丸となって面倒を見ていたので裏切られた気分です。辞めると言えば理由はしないのに本人からきちんと退職理由聞く方法はありますか？ありません。業者から本人に連絡しないように言われましたがそんな経験ないはずです。退職代行業者の対処方法も知りたいです。ありません。一丸となってとか面倒を見ていたっていうのがあなた側がそう思ってるだけで、その辞めようとしたアルバイトの人的にはそれがめちゃめちゃ重かったからもう関わりたくもねえっていう話なんですよ。で、残念ながら関わりたくないっていう人の家に行って突然ピンポンピンポンピンポンとかってやったりすると通報される可能性があって警察沙汰になる可能性があるので、要は良かれと思ってやっていたのに裏切られたという気持ちだと思うんですけど、あなたが良かれと思ってやっていただけで相手はそれは良かれと思ったというよりむしろ嫌だったっていう事実を受け止めてください。本当に相手の人が喜んでたんだら退職代行を使わないし、ここに書いてるように辞めるといえば慰留はしないみたいなのって直接言ってくれれば慰留なんかしなかったのにっていう風な、この人がこう言ったらこういう風なリアクションが返ってくるよねっていう信頼関係もないということなんですよ。あなたが勝手に信頼関係があると思い込んでるだけで相手にはありませんでした。なので基本的にもコミュニケーション下手な人だと思うんですよね。要は自分は相手を信頼してるし自分は相手のためだと思ってやってるんですけど、相手から見るとマジうぜ、ちょっとかかってほしくねえやっていう状態なんですよ。でもそれが言いづらいっていうのだと思うので、なんでいい勉強だと思ってあなたは人に嫌われるというのを自覚してください。